はい、ということでですね、これはお買い得品というのがあったらぜひ。あら、これ、モネのパンプス、580円。すごいね、これ。こんなのあった。それから、クラークスのフラットシューズ。だいたい23センチぐらいです。580円。すごいね。580円くらいです。これ、あとは2度張りでお願いします。2度張りの方がいい。これゲラルディーニのトートバッグ、ゲラルディーニのトートバッグですね。こうなんか雨のような雹のようなものが降る時の今の季節にいいですね。これは軽くてお天気の悪い日用のバッグです。はい、はい、こちらがですね、ディオールのコインケース980円でご用意してます。これかわいいですね。これいいですね。980円、嬉しい。980円、これ鍵とケースとね、持ってたらこれだけ持っていけますね。これかわいいね。かわいいですね。かわいいね。あとは、これメガネ入れ、メガネケースです。メガネケース、メガネケースだいぶおっしゃって、これメガネケースないかなって言ってあった方いらっしゃいましたね。メガネケース出てます。ルイ・ヴィトンのモノグラムの定番のメガネケース。中がアルカンタラでできてる、優しい素材のですね。はい。9800円でご用意しております。それから、あとは、これちょっと、本当は、売れなかったら私が欲しい。何を目をつけてるんでしょうか。はい。未使用のコーチの、春町はコーチ好きなんです。で、なぜかというと、お値段と機能がすごくバランスのいい、メーカーだからです。それと、一月に一遍デザインを変えてきますから、被ることがないんですね。誰さんと一緒っていうのもなくて、結構、自分のファッションに合わせてバッグがいろいろ選べるという意味では、コーチはすごく、いいバッグだなと思ってます。それで、これが、15,800円、マルチ、マドラス、グルービー。いいですね、これ。お好きですね。斜め掛けにもできて、こういう感じですね。こういう感じですね。はい。これ、素敵です。とても素敵です。これ、お好きですね。でも、これかけていいと、これ。こう、なんか。まだなんかするっちゃ。シール貼ってない。はい。それとですね、案外、こういう、はい、はい、あとこれ危ない、はい、ちょっとコーチシリーズいってます。はい、こういうふうに、ワンショルダーでこうやって持っていただいてもいいんですけど、ワンショルダーですよ。ワンショルダー。はい、でもいいんですけど、どこでもガンガン歩くよという方に。おしゃれなリュックです。おしゃれなリュックです。はい。おしゃれなリュックですね。はい。ということで、はい。コーチのオールカーフのリュックが、なんと1980円です。これはちょっと朝1に来ていただかないと多分なくなりますね。というので、案外使えるリュック。両手が使えるリュックですので、はい。それから、これ、これ好きですね。これ。原子さんです。原子ちゃんです。
コーチの腹子のバッグ。これは、ちょっと、冬のちょっと、よそ行きがぐっとこれで、おしゃれになるんではないでしょうか。ブーツに合わせていただいたりするとおしゃれですね。こちらがなんと嬉しい7800円。これは嬉しいですね。これは嬉しいですね。それから、はい。これすいません。ちょっと私手袋を持ってしないといけないと思います。はい。今年の限定の、あれですね。日本の芸術家さんとルイ・ヴィトンさんがコラボしました。草間彌生さんのコラボバッグ。はい。未使用です。はい。なんと、9万8000円でご用意できております。はい。個性派の方におすすめです。これ綺麗ですね。はい。ということで、これはどこに置くの？2段目。はい。じゃあ、ちょっとこっちに置けときますね。はい。それから、ビタミンカラーの、あとは、キットソンのこういう楽しいのもあります。キラキラと、はい、1980円でご用意してます。あとはオロビアンコのボディバッグが、こちらが15,800 円でご用意してます。オロビアンコですね。はい。これは、男性にもいいんですけど、女性でも、男女兼用です。スポーティーなのが、とても、おしゃれな、スポーティーな、そうですね。なんて言ったらいいやろ。綺麗系カジュアルというか、クールカジュアルというか、ジーンズなんかを上手に着られる、履きこなされる男性には必須アイテムだと思います。はい。オロビアンコですね。はい。イタリア製の、今、流行に敏感な方には、今これお好きな方多いと思います。はい。ということで、オロビアンコのボディバッグ、入ってきてます。それから、あとは、そうですね。メンズもののバッグを今ずっと売ってますから、メンズといってもこれ、女性でもいいんですよ。女性の方でもいいんですけど、これが、キーファーノイ。イタリア製の、これも、イタリアのバッグです。で、これがですね、例えば、こういうところ、これ、こう中はナイロンでできてますから、それこそ、本当に、傘入れていただいたり、それから、中がちょっとこう、ごめんなさい、わかりにくいですかね。黒ではなく、青いんですよ。なので、クリエイティブなお仕事をなさる方には、こう、あまりにも、ただお行儀すぎる、ただの、こう、ガチガチのバッグより、それから見た目にスーパーブランドって分かりやすいバッグよりも、こういうおしゃれなバッグは、おすすめです。はい。
これからミュウミュウですね。ミュウミュウの柔らかい皮の皮が使ってあります。上質な柔らかい皮が使ってあります。うん、これなんと39,800円でご用意しております。はい、これはおすすめです。はいはい。あ、あ、それから。この エレガントなバッグいかがでしょうか。お着物をお召しになれる方にも合うと思います。素敵なこれコーチのバッグですね。はい、こちら 15,800円でご用意しております。これコーチのツーウェイバッグです。はい、これは9,800円でご用意しております。これもお買い得品です。で、ですね、もっとあのお買い得品が実はあります。例えば5,800円とか。あ、これ個数高いね。これがあれかもしれない。これは高い。これはもう、いや、2980円になっちゃった。2980円。はい。はい。ということで、2980円。2980円ですね。ということは、さっきのリュックの1980円安いね。うん。アニエスベイが1980円で売ってます。それから、あとは、もうあの本当にちょっとした斜め掛けですけど、もうあの貴重品がしっかり入ります。これが。7,800円ですね。ご用意してます。それからあとは、黒の本当に使い勝手のいい、ここに書きやすいバッグでもあります。コーチのオール黒のオールブラックゴールカーフの、キャリーオールトート、7,800円です。あとはグッチと、ああそうこれ実はようやく入ってきました。高かったから、うち並べ切らずにいたんですよ。なんかあの、こう、オイランのような、このデザイン。これちょっと、私は好きなんです。テダですね。テダ PM。テダ PM。あ、これ後ろないよ。うん。この間の下関のシール。うん。出してもん。バーコード。本当？あるの？おお。
それは59,800円にしときましょうか。59,800円。これは嬉しい。59,800円。はい。はい。ということで、59,800円に。スマホピアスは全部オール、ピアカジェ。はい。はい。これピアカジェ。全部980円だと？いや、これ980円より安い。あ、ほんと？あ、いや、980円より安いのはそれでいいよ。あ、800円にしたわけ。はいはいはい。じゃあ、あ、この石がついたやつはそういうことなわけね。あ、じゃあね、これは780円にして。こっちは。うん、で、こっちは980円にして。そしたらシール貼れるよね。それはそれで外れるわ。あ、じゃあ、こうしようか。そしたらシール貼りやすいやろ。こうしようか。シール用意して。あ、でも売れた時はポカポカと売れたじゃんね、最初はね。なんか石が取れたとか柔らかかった。そうですね、ちょっと取れやすいです。取れやすいの、おそれしてくるね。これいっときゃいいってことじゃないよね。ねえ、難しいとこやね。使ってみないと使ってみないと分からない。そうなんよ、ほんとね。いろいろ言い出したらさ、本当は自分が使っていいものしか出したいがあんじゃんね。これさ、もう、ダメ？こんなもう、これ置いたらコロ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 転がるけん。もう置いてきてよ。分かろう？そうしようか。どっちにしても触りこれぐらいで転がしちゃったらもう多分コロコロもっと転がる。サービス品。
ねえ、スマホピアスの場所ってさ、もっと下の方にしようか、あの、ちょっと変えますね、全体的に。だよね。下の方じゃ、下の方じゃ見えもんね。この辺やろ。カムさん、おはようございます。おはようございます。このアクセサリーのこの、この辺のとこやろ。いいね、これバッチやバッチ、ちょっと来たんだろうね、なんかもう開けると思うが私もそうです。なんか前全然興味なかったのにさ、なんかキラキラしと思うの、好みで変わっていくね。面白いぐらい、なんか前はそんなさ、キラキラした思うって言ったら、じゃないと思うんだ。そうですね。だけちょっと、スマホのやつね、もう、あもういい、ね、そして、しかもコロコロ転がるけん、ごめん、もう、探して、はい、うん、あ、はい。この石がついたのが980円で、もうこっちは580円にも値段下げてますので、はい、うん、そして、お買い得品。の方が下じゃないとこれね、多分ね目に留まりよらんかもしれん、こっちだったね、今はもうだけほっとこうか。でね、ごめん、あれね、せっかくかっこよくしてくれた時があれがもともと落ちるわけよ。だけごめん、うん、もうあっちにした、ごめん、そっちの方がいいですよ。いや本当はかっこよかったよ、すごく。でもちょっとあっちしてしまったけん、うん、あのすごくいい、あの飾り付けしてくれたんだけど、わーっと思われてもう程度押しとけ、もう、ああもうじゃあごめんねだな、自分が出したり。はい、ということで、こういう感じですね。なので、あとの微調整とかね、見たりは後でします。ちょっと品出しします。で、こうしたら、ちょっと値段も高いやつはさ、もうバッサリ切って、バッサリ行って、行って、行って、バッサリ行って。あの、ご奉仕やけん。ね、こうしたら、相場感大丈夫やけん。あの、何しとって。はい、ということで、あのまた午後からは時計などのご案内をしたいと思います。春町の冬セール明日の9時からです。春町の四季セール、春夏秋冬とあのセールさせていただいてるんですが、何が一番お得かというと、この中央ケースの中のものが全て 20% オフというのがあのすごいことなんです。これあのその凄さがなかなか伝わらないんですけど、本当にすごいことなんですよ。あの、ぜひ、この中央ケースの中の 20% オフは、その日に、セールの日に何を買いに来られるかって言ったら、この金属です。この金属が、あの、一番お得なんです。で、あの、バッグ類とか他のものももちろん、あの、お買い得になっております。でも、今回はさ、寒かったけんやろね。普通ほら、はがき送ったらさ、金車やん。本当ですね、うん、今回はね、今回は皆さんあれでしたよ、うん、なのでちょっと、で、明日はすいません、あの、5台しか駐車場が、専用駐車場5台しか用意してませんので、あの、まあ、お近くの方は送ってきていただかれるか、それか、あの、福岡銀行の粕屋支店の横に、カスヤショッピング専用駐車場というのがございます。ここはあの無料です。で、福岡銀行の方からちょっと歩いてきていただかないといけないんですけど、そんなにあの歩くのにひどいあの長距離ではありませんので、あのそちらにお留めいただいて、あの来ていただくのが一番安全牌だと思います。あの、セールのこの9時前後は止めるところがないということになると思いますので、あのカスヤショッピング駐車場をぜひご利用お願いいたします。はい、ということで、明日クリスマス、あ、春町の冬セールはいよいよ明日9時です。1日限りです。どうぞお見逃しなく。